Hi everybody, Rio です。今回はストレス対処術を話していきます。生きていればね、誰だって嫌な奴に出会ったり、嫌な出来事が起こったりしてしまうのが人生ですよね。今回はそんな嫌な奴や嫌な出来事は、実はあなたの脳の認知システムが作り出している。つまりあなたが嫌なやつを実は作っているんだよっていう話をしていきます。こうした脳のメカニズムを知ることによって、改めてね、ストレスをゼロとはいかないまでもかなり最小限に留めておくことができるようになるっていうテーマで今回は進めていきたいと思います。イエーということで、このチャンネルでは宇宙のラブに共鳴しながら愛に目覚めていくっていうコンセプトで、こんなね、ミステリアスな話、スピリチュアルなオカルティックな話、ガン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 話していって、一緒に波動を高めていって、バイブス高めていって、ハッピーポジティブに生きていきましょうよっていうチャンネルになっておりますので、チャンネル登録したらバイブス上がるぜ。まず、嫌なやつっていうのは私たちの脳が実は作り出しているんだっていうことを説明するために、今一度改めてこの現実っていうのは一体どういう仕組みになっているかっていうのを話していきます。一般的なこの世界の捉え方っていうのは、宇宙があって、地球があって、その地球の上に70億人の人間がダダダダダダダって住んでいるっていう、こういう認識が一般的じゃないですか。でもこれ実はそうじゃないんだよってお話です。実はこの地球ってのはどういう場所かっていうと、70億個の宇宙、つまり70億人全員が宇宙の中心で、その70億個の宇宙が同時に重なり合って存在しているパラレルワールドがこの地球という場所なんですね。こういうのをマルチバースって言ったり、多元宇宙論っていうふうに言ったりします。つまりですよ、あなたがあなたの宇宙の中心で、あなたはあなたの宇宙の創造主、神であるからば、あなたが認識しないものっていうのはこの世界に存在していないんですよ。例えば富士山っていうのは、絶対的に存在してるかのように見えるじゃないですか。池高々と山梨県と静岡県にドーンとまたがって、もう未来永劫ずっとそこに存在しているかのように思える存在じゃないですか、富士山って。だけど我々の世界に富士山が存在している理由っていうのは、客観的な世界に富士山が存在しているからではなくて、我々日本人は学校で富士山という存在を教え込まれるから、富士山を認識する。我々が認識することによって初めて富士山は存在するんです。なので、アフリカの山奥に住んでいる少数民族の世界、彼らの宇宙には富士山は存在しているのかって言われたら、彼らの世界には、彼らが住んでいる地球には富士山は存在しておりません。なぜかというと、アフリカの少数民族が富士山を認識していないのならば、彼の住んでいる地球には富士山っていうものはそもそもないっていう言い方ができるんですね。で、ここで話を本日のテーマに戻します。嫌なやつというのはあなたの脳が作り出しているっていうテーマに戻るんですけど、ここまで話しちゃったらば、これから俺が一体何を言おうとしているのか皆さん分かっちゃったんじゃないかなと思います。そうなんです。嫌な奴がこの世界に存在しているのは、あなたが嫌な奴のこと、嫌な奴だと認識するときに初めて、あなたの世界にあなたが嫌な奴を作り出しているっていうことが言えるんですね。別の例に例えます。例えばあなたが誰かにバーカとかアーホとか言われたらば、ムカつくじゃないですか。でもこれ、なんでムカつくかって言ったらば、あなたがアホイコール悪口だっていうふうに認識するから、初めてあなたがバカイコール悪口、悪い、自分にとってネガティブな表現だってことを認識した時に、初めてそれは悪口としてあなたの世界に存在するんです。別の言い方をすると、あなたがバカとかアホとか言われて、全く何にも気にしなかったらば、それはあなたはバカとかアホを悪口として認識していないので、あなたにとって
バカとかアホは悪口でも何でもなくなっちゃうってことなんですよ。例えば、まあ、どこかの宇宙語でピョンピョンっていう言葉があったとします。ピョンピョンっていう言葉はバカっていう意味なんですよね。じゃあある日あなたが街をこう散歩していて、なんか宇宙人が突然やってきて、で宇宙人があなたに向かってピョン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 って言ってきた時、あなたはどういう気持ちになりますか？当然あなたは宇宙語が喋れないので、ピョンピョンイコールバカっていう認識にはならないんですよ。なんかピョン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 言ってる陽気な宇宙人なんだなっていう風にしか認識してないんです。宇宙人は悪意を持ってあなたにバカバカと罵倒しているのに。でこのピョンピョンイコールバカ、あなたが宇宙語を勉強してピョンピョンってなんでバカって意味なんじゃん、あいつ悪口言ってたんじゃんって認識した時に、初めてそれはあなたの世界に悪口として存在するんです。だからあなたが嫌なやつのことを嫌なやつだと認識するのをやめた瞬間に、嫌なやつはこの世から姿を消すんですよ。でもだからといってね、こう激しく罵声を浴びせられたり、激しく不条理なことをね、あなたにわーって言ってくるやつがいたらば、どうしてもムカついちゃう、こいつ嫌なやつだなって思っちゃうのも人間じゃないですか。なのでこっからは具体的に嫌なやつがあなたの人生に現れてきた時の対処法を教えていきます。まあ一番いいのは、嫌なやつが出てきたと思ったらその場から去ること。結局嫌なやつってのは、あなたが嫌なやつを嫌なやつだと認識することによって初めて嫌なやつになるのだから、あなたがその嫌なやつから去ってしまって、別のところに、嫌なやつがいないところに行ってしまえば、あなたはもう嫌なやつを認識する必要がなくなるんです。だから当然嫌なやつもさっとあなたの世界から姿を消すんですよ。まあとはいえ、職場とか普段生活しているコミュニティとか、そういったパッとされない環境に嫌なやつが出てきたりするから、みんな悩んじゃうわけなんです。でそういったね、職場とか学校とかパッとされない環境で嫌なやつが出てきたらどうするか。強制的にあなたの脳でその嫌なやつをメッセンジャーだと作り変えちゃうことなんですよ。言ってしまえば反面教師的な存在として、その人を拒絶するのではなく、その人から学ぼうとする姿勢を作っていく。例えばなんかバーッとバーッ、なんかこう意地悪なことしてくるやつが現れたら、あ、俺はこういうふうに人に意地悪をしないようにしようとか、ああこの人は自分が嫌なやつになることによって俺に、人に冷たくすることの悲惨さを教えに来てくれてるんだな、ありがたいな、こっから学んで俺は人に優しくするようにしたいなとか、もう強制的に脳の中でポジティブに変換していくんです。いいですか？あなたの宇宙はあなたが作り出しています。あなたがあなたの宇宙の真ん中で創造主なんです。あなたの認識が変われば当然世界は変わっていくんですよ。一番やらない方がいいことっていうのが、その人の性格を作り変えようとすることなんですね。これはとっても労力がいるし、時間がかかるし、まあ、そもそも同じ環境にね、同じ部屋、同じ会社に、同じ学校に生きていたとしても、生きている宇宙って違うんですよ。パラレルワールドなんで。その人はその人の中心の宇宙を生きてるし、まあ我々は我々、私は私の中心の宇宙を生きてるから、なかなかその人の生きてる宇宙を改変するのってとっても難しいし、時間がかかるし、なんならばすごくネガティブなもの、嫌なやつ、性格を変えたいと思う、そういったネガティブな存在にあなたの意識ずーっと向けていると、どん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 あなたもネガティブなエネルギーと共鳴してしまって、あなたの波動を下がっていきます。気持ちもネガティブで、どん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 辛く、ストレスが溜まっていく精神状態になってきてしまいます。話を最初に戻しますけども、やはりあなたの宇宙を作り出しているのはあなたの認識なんですね。だから誰か嫌なやつを変えようとするよりも、あなたの認識のシステムを切り替えてしまった方が、嫌なやつを強制的にメッセンジャー、反面教師、何らかのポジティブな存在として切り替えてしまった方が、とっても早く、とっても効率よく、嫌なやつをあなたの世界から消し去ることができるっていうことなんですよね。過去は変えられないんですよ。
他人を変えるもとっても難しいんですよ。だけれど我々が生きているこの現実、あなたが生きているこの現実っていうのは、あなたが中心となって存在している、あなたが作り出している宇宙で、目の前に広がっている現実も全てあなたの意思と認識によって改変可能なんです。だから自分の認識のシステムを切り替えてしまった方が、ずっと効率よくあなたにとってベストなハッピーなポジティブな世界を作っていくことができますよっていうことです。なかなかね、もう全部何でもかんでもいいことばっかり続くのが人生ではないと思うので、時には嫌なことも起きます。悲しいことも辛いことも起きます。しかしそういう辛いこと、ネガティブなことが起きた時に、それをネガティブなこと起きちゃった、こんなこと起きなければよかった、ああって終わるのではなく、いかにそういったネガティブな出来事、ネガティブな人の登場をポジティブに変換できるか。我々人類は全員錬金術師です。ネガティブなことをポジティブに作り変えて、メッセージを受け取る。傷つくってこと、悲しむこと、落ち込むってことは、あなたに改善できる、成長できる余地があるから、あなたは落ち込んだり傷ついたりするんです。傷つくたびにあなたの弱かった部分が見えて、次はそこを強くするためにまた立ち上がって歩き出せばいいんですよっていう考えがあなたに定着したとき、この世からネガティブな事象は全て姿を消します。もうネガティブイコールあなたを成長させてくれるメッセージっていう風に変わってくるんです。なのでどうかね、嫌なやつが現れたとき、嫌な出来事が起きたとき、それをネガティブなものとして終わらせるのではなく、そこからポジティブなものを受け取る練習、メッセージを来ている、自分の認識をうまいこと切り替えて、ハッピーな現実を作り上げていく。いいですか、現実はあなた次第なんですよ。ピューということで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。いつもより短くサクッとやってみました。どうでしょうか？よかったと思ってくれた方、グッドバイブスボタンを押して、この動画を必要な人に広まっていくように、グッドボタンお願いします。何か感想があった方、こんなネガティブなことがありましたとかの愚痴をこうね、吐き出す場にしていただいてもいいです。はい。アドバイスするんで、俺が。まあ、はい、どんなねコメントでもいいのでお待ちしておりますよ。みゃーす。ということで、最近なんかね、雨続きで天気が不安定で梅雨に入ったのかな、うん、まあそんな感じなんですけども、最後に私からビッグラブをお送りして終わりたいと思います。画面の向こう側で皆さん一緒に手をかざしてみてください。何か届くかも。ではいきます。はい、伝わりましたでしょうか。それではまた次の動画で後半一緒にお会いしましょう。 See you guys for me. Baby, kiss me like a moon.